玉貝の味噌は作ります。とは味噌ソース、ナポリタン、とにかく汁気の多いパスタを作ります。では塩、パスタ、これなんかもぐい300あるの、これまあ、切れないよ。はい、行きます。はい、それでは、18,000のオリーブオイルです。全くの嘘です。一番安いやつです。で、まあ油をね、熱します。熱したらさ、これ全部ニンニクです。ニンニクを刻んでます。わっ、いい香り。うん、いいね。これはいいわ。麺にも気を配せん。まず生ハム、入りました。で、玉ねぎ、もういいかな。今日はまずサルサソース、サルサソースを入れます。油で滑って、油で滑って、どうしたらさ、あ、ビニールが、ビニールが飛び出してた。こんなもん。あ、うまいじゃん、うまいじゃん。さすがね、いや、フリットで感じてもらった。あ、いいよ。いや、
たまにはこうじゃいますよ。どうぞ。ありがとう。ではもういいわ。で、次はコーストマト。教授業でね、できますから。こんなもんね、洗えばいいんじゃない。こうやってね、パセリを乗せて出来上がりでございます。それでは食べたいと思います。チャオ。